ヤッホーチーム、どうもなんちです。さて、今日もね、ヘアスタイルを見ていこうかなと思うんですけども、今日は、はい、ダビド・シルバーのサッカー選手ですね。サッカー選手の、どこだっけ？ソシエダ、レアル・ソシエダにいるのかな、今。の、まあ、若い時からですね、やっていこうかなと思います。はい。で、まあ、特徴的にね、シンプルな、ショートとウルフが立たされてるっていう感じ。難しくない。これ2ブロックなしで大丈夫です。うん。サイドのところ、まあ、もみあげのところの処理はね、必要だけども、基本的に2ブロックにしないで大丈夫です。ショートウルフでもう長ささえ、眉上。まあ、耳3分の1ラインの長さのバランスで切っといてもらえれば。うん。で、段つける。難しいことは何でもない。で、襟足の方をね、ウルフっぽくして長く伸ばす。特徴的に、要はウルフって、要はウルフっぽく見せたいって俺何度も言ってるけども、やっぱりこう襟足が長いと、この辺も長いと、そんなにウルフっていう感覚ではないんだよね。全部が長い髪の毛っていう感じになっちゃうから、ヘアスタイル的にウルフっていう風に歌いたいんであれば、まあ要は前が短くて後ろが長い、後ろが短いので前が長いっていろんなバランスがある中で、その前が短くて後ろが長いっていうバランスに持ってるのが一番いいかなと思います。うん。まあ若い子が多いよね。やっぱ襟足残したりとか長くするっていうのは、うん、イメージ的に。やっぱ大人の人になっていくと、やっぱり襟足の邪魔さだったりとか、さっぱり清潔感だったりとか、もっと求めていくっていうのが結構高いから、若い子にとってはいいヘアスタイルじゃないかなと思います。うん。難しくないよね、全然。うん。色はまあ自然なブラウンじゃない。うん。それのブラウンでいいと思います。まあ髪はやっぱ直毛とかで難しいよね。うん。やっぱツンツンしちゃうから、直毛じゃなければ別にパーマなんて全くいらないし、うん、元々の持ってる癖とかな感じだと思います、これは。うん。別に何もしなくていいと思う。もうワックスつけずつけない、もう本当にちょぴっとぐらい、クリームちょっとつけてるかなぐらいでいいと思いますよ。全然セットっていうセットはしなくてもいいと思います。うん。で、この辺のボリュームはやっぱりこう段がついてないと出ないボリューム。僕とかなんて今あんまり段ついてないので、ここの上にボリュームっていうよりかは上の髪の毛が長いから横にこうボリュームが出てるでしょ。それと同じ、上に出せば出すほどウルフっぽくなるし、バランスが変わってくるっていうのが一つありますね、デザイン的には。音大丈夫かな？なんかちょっと外工事してるからね、ちょっとうるさいかもしれないけど。で、この時、うん、この時ね、この時はまあちょっと2ブロック気味だね。2ブロショート、うん、上だけ残すって感じだけども、まあ髪から耳後ろの部分だね、この部分、横の部分、ここにかけてはここ刈り上げ、これはもうバリカンで 3mm とかでいっちゃっていいと思います、全然。うん。で、その上から残して伸ばして、周りを短く、
まるでに横とか後ろとかも短くしながらも上の長さを残して立たせてあげる、うん、バランスになってます。うん、まあ、これは別に難しくはないよね。普通に横とか後ろを短くして上残してここだけ刈り上げてるってだけだから、うん、ただ最初に刈り上げないとここだけ残してから刈り上げるとこの上からかぶさってくる部分がなくなっちゃうから、先にもうここの何2ブロックというかこめかみから耳後ろの部分、この横の部分だね、ここの部分だけはもう先に刈り上げて、ヒゲとかとこうつながってるからデザイン性があるよね、うん、っていうのも一つあると思います。うん、染めてないんじゃない、これは染めてないのかな、染めてたのかな、シルバーかなんかに、忘れちゃったけど、うん、まあ黒髪でもこのヘアスタイルは全然できるよね。うん、僕もなんかね、ここ刈り上げて、まあ今刈り上げてるけど、なんか短い時とかで刈り上げた時は一時期ね、ヒゲとねつなげようとしてた時があった。つなげられる長さはあるの僕、うん、あのヒゲ生えるからここは。でもね、やっぱね、似合う似合わないがあるね。なんか難しい、やっぱ髪型も短くなくてやっぱ変になっちゃうし、それがもうロングでボサボサってするかとかだから、なんかね、うん、人による本当に難しいと思う。またちょっともっと渋くなって渋くなってくると似合うかもしれないけど、やっぱ若い子はなかなか難しいかもしれないね。やっぱこの渋さとマッチするっていうのがあるから、うん、でもカット自体は難しくないので、この長さがあれば誰でもできるんじゃないかなと思います。そんなに難しくない。はい、この時、この時は同じみたいな感じだけど、もうがっつり刈り上げてるね。がっつり刈り上げてる。ツーブロでもなく、これなんてさ、よく言う外人ライン鉢植え ライン上よ。もうがっつりこの下がっつりもうフェードでもいいし、バリカンでもバッていいけど もう短くしちゃう。で、上を四角く見せて、まあ全体的にこう顔長方形に見えるような感じに出すっていうイメージだね。うん、まあこれもやっぱおでこがこう横に長方形ポーションの方がよりこう綺麗に形を出やすいと。うん、で、こういうヘアスタイルはここが短くて徐々にこう長くなってくるイメージね。そう、後ろが短くて前が長くなるバランス、うん、で、まあ、前を下ろす、まあ、これは下りてるけどね、試合中だからかもしれないけど、うん、こっち後ろが長いとバランスが悪くなっちゃうから、後ろは短く前を長くっていうバランスで残してあげた方がいいです。うん、もうこの辺も短いよ、もうこの辺全然つなげてるだけだから、ここのこの辺短い、後ろはで徐々に長くなっていくっていう。後ろ短め、前長め、うん、このバランスさえ取っとけば別に問題ないですかなっていう感じかな。だいたいこの髪型とかするときに、やっぱり僕みたいな顔立ちとかだと、やっぱりオムラが見えやすくなりすぎちゃうというか、がっつりいきすぎちゃうんだね、うん、っていうのがあるから、まあ海外っぽいのをこう好きな人とかはあるけど、男性さ、日本人だとさ、ここの外耳ラインまで刈るんだ、刈るんだけども、上からかぶせてやっぱ横にちょっと残して前が長いっていうバランスが結構多いんだよね、日本人の人って。やっぱそこまで攻めきれないっていうのが、まあ本人たち的にあるのか、もちろんそのことが分かってやってるのか分かんないけども、がっつりここまで行く人っていうのは、まあ美容室で僕の場合はこう見ててお客様やっても、まあゼロではないけども少ない、
やってみますかっていうのを提案もするけど、あのここなくなるだけ怖いなっていう人はやっぱいるから、その辺は、バランスと、自分のねやる気次第というかあれだけども、まあ、あの挑戦してみるのはいいんじゃないかなと思うので、結構体の大きい人とかは結構挑戦しやすいんじゃないかなと思うので、ぜひ参考にしてみてください。バイバイ。